もっと頭から言ったが、顎から言って、そしてあーんで言って、どっか見事に、ああ乗ってる乗ってる乗ってる。チャンネル登録、通知オン、よろしくね。ここは人間の王国。今日もこの3人は見張りを続けていた。そう、前回のドリルハンマーも全然ダメだったな。かなりいい線は行っていたんですけどね、もう少し及びませんでしたね。いや、でも2人が協力したのは悪くなかったと思うぞ。だから今回も協力して新しいトラップを作ろうじゃないか。正直こんなやつと協力するのは嫌なんですが、まあリーダーがそう言うなら仕方ありませんね。うるせえ、俺だって嫌に決まってるじゃないか。こんなハゲと一緒にやるのは嫌だ。まったく、前回その名前はやめたというのに、そんなことも学習できないのですか、このおバカさんは。ムキー、このハゲぶっ殺す。はあ、もういつになったら協力し合うことができるんだ。よし、こうなったら今回は3人で協力して作るぞ。おう、はい、よし、というわけで早速完成したな。それでは早速テストをしてみましょう。よし、これなら敵のモンスター軍団もやっつけられるに違いないな。さあどうだ。全然当たってねえじゃねえか。本当に大丈夫なのですか。いや多分大丈夫だはず。ほら見てくれ、当たらないだと。いや、きっと本番は大丈夫なはずだ。はい、というわけでね、今回作ったのはこちらのトラップになっている。2つの回転刃がくるくると回ってるね。まず敵のモンスターはこの豚ちゃんに引き寄せられてくる。この豚の周りには1枚の刃がくるくる回っている。この刃に刈り取られた敵は後ろのこのたくさんある刃に刈り取られてぶっ飛んでいくという戦法だね。それじゃあ早速例によって人狼くんにトライしてもらおう。さあ人狼飛び乗っていったが、ここで吹っ飛んでいったね。次はヤギさんの挑戦だね。ヤギさんが突撃していって、おっと通り越してしまったが、これは、ああ、後ろの刃に当たった。そして前から後ろからぶつかって飛んでいってしまった。ああ、ヤギー。次はアナコンダの挑戦だ。アナコンダ長いからね、どうなってしまうか。おっと飛び込んでいって、そしてあーっと、どっちに巻き込まれたのか分かんないけど、すごい吹っ飛んでる素晴らしい回転だね。次はスケさんの挑戦だ。スケさんいけるかな、大丈夫か。おっと飛んでいったぞ。これは当たらないかも。あーっと、粉々になってしまったね。盾だけが残った。地獄の戦士デスサイズが来たよ。デスサイズは、おっと痛いところに当たった。そしてダブルで挟まれて飛ばされていったね。うん、これが一番狙ってた飛び方だ。さあ次はワニさんの登場です。ワニさんは体が長いから、どのように飛んでいくのか。おっと、いいところに当たった。そして見事に叩きつけられていって、あ、素晴らしい着地を見せたね。うん、まるで生きてるかのようだ。次はゴリラくんの挑戦だね。ゴリラくん、さあここで、おっと、うまく足を踏み外してしまったが、ここで足が絡まった。お、ぐるぐる回って反対側に行くと見事な演技だね。くる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 って回ってるよ。次はアリさんの挑戦です。アリさん軽いから大丈夫かな。あ、なんか変なとこに引っかかっちゃった。大丈夫かこれ、当たるかな。あ、足に当たって、そして、あー、巻き込まれて、あー、挟まれた。あ、これは痛い、これは痛い、これは痛い。地獄のようだ。アリさんいつもなんかにはまってしまうね痛そう無限に刺されてる、無限に刺されてる、かわいそう。最近面白くなってきたゴルゴンくんの挑戦だ。おっと、ブレスを吐いて、豚ちゃんが飛んだ。豚ー、そして振り向きざまに引っ掛けられて、あはははは、挟まれてしまった。いや、いい線もいったんですけどね。さあ続いて巨人が挑戦するみたいですよ。巨人くんが、おっと、痛いね、これは。すごい、見事に吹っ飛ばされていくいいですね、いい吹っ飛ばされ具合でした。さあ毎回死に方に定評のあるヘッドレス歩く。まず顔を投げて、おっと顔だけ、豚が飛んでたぞ。豚ー、そして
体が残っているが体はどの縛るか一歩ずつ近づいてきて、あーお尻が挟まれて、おっとこっちに挟まれて、どういう回転、どういう回転、どういう回転、素晴らしい演技、素晴らしい演技を今回も見せてくれました。そしてちゃんと顔に近づくんだね。さあ次はパキケファロサウルスの挑戦だ。おっとうまく、あー尻尾が挟まってしまったぞ。あーそのまま見事に運ばれて飛んでいってしまったね。次はパラサウロロフスくんが登場です。これは結構でかいけど、お尻に当たって挟まれて挟まれて、ああ見事に吹っ飛んでいったね。ちょっと重くなってきたからあんま飛ばなくなってきましたね。さあ、アンキロサウルスも行くみたいだ。おっと、アッパーを食らって見事に、あものすごい勢いで、初めの歯だけで飛ばされていきましたね。これは初めてのケースかもしれない。さあ、地獄の番犬、ヘルハウンドが来ました。さあ、わー、火を吐いた。アッパーを食らって一発耐えたけど、吹っ飛ばされてしまった。いや、いいところまで行ったんですけどね。溶岩ゴーレムの演技に期待です。さあ、今回はもうどういうのように爆散していくのか、ここで炎を出して転がっていって、どっか見事に、あ、乗ってる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 、刃に乗るという新たな技を見せました。素晴らしい。素晴らしい演技です。続いて、巨人の五郎の登場です。この辺になってくると、ちょっとかなりね、重たくなってくるので、いけるかどうか心配ですけれども、行きましょう。さあ、歩いたところに、あ、ジャンピング土下座です。そして頭が挟まった。頭が挟まった。見事な土下座でした。素晴らしい。さあ、最近回転技に定評のあるカバ君ですね。今回もいい回転を見せてくれる。おっと、頭から行ったが、顎から行って、そして、あー、見事な回転です。今回も素晴らしい回転を見せてくれました。さあ、続いてはゾウさんの登場です。ゾウさんちょっと重たいですからね、飛ぶかな、ちゃんと心配ですね。あっと、顎に行って、顎に引っ掛けて、そして、あー、ガンガンガンってお腹何回か挟まれましたね。痛そう。さあ、オオカマキリが挑んでいきます。こんなところに手を挙げたら、あーっと、お尻に行った。そして、挟まれて2回、おお、なんか今、なんか今、一瞬体がぶっちぎれなかった。スローで見てみましょう。さあ、ここですね。まず、お尻の方から刈り取られていって、この後、前のやつに挟まれるんですよね。見事。この間に入って、ザクザク、ほらほら、今一瞬、なんか、体が切れたように見えましたね。さあ、続いては、カルノタウルスくんの挑戦です。カルノを突撃していた。あっと、尻尾が挟まれたぞ。これはかわいそう。おっと、どっちに飛んでいくんだ。そして最後、おお、尻尾で立ち上がりました。素晴らしい演技。そのまま落ちていくというスタイル。ストーンって落ちてったね。続いては、ステゴサウルス。あ、尻尾で攻撃。あ、尻尾が挟まったぞ。挟まったぞ。そしてお腹から、無理やり、無理やり持ってかれましたね。素晴らしい威力です。さあ、続いて、ティタノボアの登場です。ティタノボアはいけるか？おっと、飛び込んでいった。そして、体が、頭を何回も削られてる。そして、引っかかって、また体からくる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 。何度も切られていく。体が長いのは痛いですね。さあ、ブラキオがやってきました。こいつはでかいですよ。これは吹っ飛ばすことができるのか？さあ、乗っかっていって、おっと、これは、おっと、首が巻き込まれて、見事、吹っ飛ばしました。首を巻き込んだのが勝因でしょう。素晴らしい吹っ飛びです。さあ、最近ヘッドレスハルクに次いで面白い。あー、豚が飛んでった。面白いと噂の音楽。早速いろいろやってくれてます。ただ、まだ投げやまない、この金棒をどんどん投げつけていきます。そして、一歩一歩、罠に近づいていって、どのような死に様を見せてくる。おっと、豚が戻ってきたぞ。豚が戻ってきた。まだ豚は生きてきた。そして、股の間に挟まれてぐるんぐるん回っていく。飛んでった。見事な死に様。さあ、スピノサウルスがトライするみたいです。おっと、胸の下をえぐられて、ゴゴゴゴゴっていった。そしてまた、セクシーポーズで最後終わりましたね。続いて、真打ち登場、T-Rexです。T-Rexは、おっと、顎で止めた。止めたけど、見事に、戻ってきた。すごい。顎で止めました。さすがは恐竜王者。見事な死に際です。見てください、この顔。どやー。
さあ、最強生物、ヒドラがやってきました。ヒドラちょっと重たいからな。うまく飛ぶでしょうか？お腹のとこあたりに、おっと！見事に飛ばしていた！すごいな、この回転馬。威力が高い。見事に飛びました。ついにドラゴンがやってきました。どうでしょうか？ちょっと一瞬で壊すのやめて。作るのにどんだけかかると思ってんだ！今日も見事に一撃でね、ぶっ壊してくれましたね。あー、ドヤ顔ムカつく。